こんにちは。 4.8 畳の部屋で過ごしているふです。お部屋の悩みはいろいろなものがありますが、その中でも狭い部屋でも広く見える方法について悩んでいる方は多いのではないでしょうか。私もその一人でしたし、今でも模索中です。そこで 4.8 畳で過ごしている私が実際にしている簡単なテクニックについてお話したいと思います。悩んでいる方に向けて一つ一つ具体的に説明しているので、動画を最後まで見るといろいろな方法を知ることができ、日常を心地よく過ごせるヒントになれれば幸いです。お部屋を広く見せるためには、色、家具、レイアウト、この3つがポイントです。はじめに色の話からしていきます。1、お部屋を明るい色で揃える。ご存知の方も多いと思いますが、明るい色は膨張色と言われているため、実際の大きさよりも広がって見えます。そのため私の部屋では明るい色の家具を使って視覚的に広く見えるようにしています。特に部屋の中でも大きな面積を占める壁は余白を残すように意識をしたり、こういうソファーやキャビネットなどほとんどの家具は明るい色で統一をしています。それではもしソファーが黒だったらどんな感じになるでしょうか。イメージになって、色を比較するとやはり黒は圧迫感を感じます。すでにお持ちの枕やソファーが暗い色だよって方は次の方法を試してみてください。家具を明るい色に変える。布製品はカバーの色を変えることによって明るい色に色味を変えることができます。ソファーの色を変えたいっていう方はソファーカバーも楽天に売ってるのでぜひチェックしてみてください。こんなにも明るい色がいいですよって言っときながらも、なんでこんな床の色が黒いかというと、4部屋全体をグラデーションにする。確かに白い床でも広く見えるかもしれませんが、床から天井に向かってグラデーションにするとお部屋を立体的に見せる効果があります。またお話が脱線してしまいますが、床が白だった時のデメリットとして、具が白かったこともあり部屋全体が白くて目がチカチカしてました。白い床あるあると思うのですが、床が白いとちょっとした塵でも目立つようになり神経質になったりとストレスでした。話は戻りまして、床にダークトーンがあることで安定感のある落ち着いた雰囲気になります。カーテンを選ぶときは床と天井の色合いを見て中間のトーンをチョイスすると良いです。またサイドテーブル、収納ボックスは低い位置にあるので床と同じく暗い色をチョイスしました。トーンを同じにすることであまり目立ちにくい効果もあります。5、間接照明で奥行き感を作る。間接照明で奥行き感と思われる方も多いと思いますが、陰影効果でお部屋を広く見せることができます。3点のおすすめの照らすところについて紹介したいと思います。6、天井に光を反射させて空間を作る。天井を間接照明で照らすことで光が天井に広がりリラックス感の高い空間が作れます。なのでお家の天井が低い方は天井に光を反射させると良いです。7、壁を照らして立体感を作り出す。次は壁を照らしてみましょう。光が当たるところと当たらないところに濃淡ができるので部屋に立体感を作り出すことができます。ちなみに普通に壁に当てるよりも対角線に光を当てるとより立体的に見えます。
8、注目させたいものに光を照らす。人は光のあるところや明るいところに自然と視線が行きます。お部屋の注目させたい絵や植物にスポットライトとして照らすと、そこに視線を集めることができるため、印象的かつ実体的な効果が出すことができます。こちらはイサム野口の明かりというライトで、このライトはベッドサイドや床置きをしております。9、間接照明を持ってない場合。間接照明の明るさに劣ってしまうものの、キャンドルを灯すのも良いです。実はこのキャンドル電池式です。火を消し忘れる心配がないし、調光とタイマーもあって、小さな子供やペットがいても安心です。こちらも間接照明ではないですが、キャンドルウォーマーランプというもので、周辺を照らしてくれるほどの明るさで、陰影をつけられるのでお部屋が広く見えます。次に広く見せる家具についてお話ししたいと思います。1、折りたたみ式の家具を選ぶ。狭い部屋にでも重宝するのが折りたたみ式の家具です。簡単に折りたたみができるため、使わない日は収納して、狭い部屋でもスペースを確保しています。通常はベッドの隙間や壁に立てかけて必要な時に出しています。2、家具の紹介。円卓を選んだ理由は、お部屋に丸いものが欲しかったのと、チープ感、レジャー感がなかったことが決め手でした。これと同じものは廃盤になってしまったのですが、 Amazon で似たようなものが売っていたので、気になる方はチェックしてみてください。本当は有名なチェスカチェアというものが欲しかったのですが、お値段も高いし折りたたみ式も譲れなく、身の丈に合ったアイテムを買おうと決意しました。そのためにテイストが少し似ているようなレターンチェアを楽天で見つけて購入しました。3、2ウェイの家具を選ぼう。2ウェイ家具とは、1つの家具で2つの機能を持つ家具のことを指します。例えばこのテーブル1つでご飯を食べる時のダイニングテーブルとしての役割と、作業用としての2つの役割があります。こちらはサイドテーブルかつ収納付きで、収納ができるので物理的に部屋を広く見せることに直結します。ちなみにですね、見栄えが良くないアイテムは箱の中に収納しています。あ、汚いですね。どなたか綺麗に見えるような収納方法をコメント欄に教えてください。3、低い家具を選ぶ。よく天井高くないですかと言われるのですが、しかしご覧の通り普通です。なぜ天井が高く見えるかというと、ソファー、サイドテーブル、ベッドなど低い家具を選んでいるからです。全体の視線が低いと天井が高く見えるので、狭い部屋には低い家具がおすすめです。ちなみにこのソファーを座っている時の目線はこのくらい低いです。測ってみたら床から20センチくらいでした。そうなんです、このキャビネット高さが104センチもあります。背の低い家具で揃えた方が部屋は広く見えるのですが、家具の好みもあるし難しいところですよね。そんな方へおすすめしたいことがあります。実は背の高い家具でも広く見せる方法があります。それではラスト、レイアウト編へゴー。1、広く見えるレイアウト。結論から申し上げますと、お部屋の奥につれて背の低い家具を配置するとお部屋が広く見えます。
どういうことかと言いますと、画像の通りですね、奥に向かって背の高い家具から背の低い家具へ配置することによってお部屋が広く見えます。なぜ広く見えるかと言いますと、遠近法により実際上の奥行きが生まれるからだそうです。実はもう一つポイントがあります。さて、そのポイントとは何でしょうか。ちょっと面倒くさいんですが考えてみてください。正解は、先ほど入り口側に背の高い家具を配置すると良いとお伝えしたのですが、左側に配置するのではなく、右側の入り口が見えてない四角に高いものを配置するとさらに圧迫感がなくなります。なので可能であれば背の高い家具は入り口側かつ四角になる位置に配置するのがおすすめです。2. フォーカルポイントを作って奥行き感を出す。フォーカルポイントとは、部屋の中で視線を集中させる場所のことを指します。この部屋で言うと、このポスターやボードラックのことを指します。あとはオブジェや観葉植物などでも OK です。お部屋に入った時にパッと目が行くポイントがあると、周りが気にならず狭さを感じさせにくい効果があります。いかがだったでしょうか。今回は狭い部屋でも広く見せる方法について、色、家具、レイアウトについてお話をしました。私の部屋も 4.8 畳と狭いので、今回の話をベースに自分の心が豊かになるインテリアを考えております。少しでも参考になれば幸いです。よかったら皆さんの意見やアドバイスなどコメント欄でお待ちしております。またこちらの動画ではルームツアーをしています。今回紹介したアイテムなどの詳細など話しているので、ぜひチェックしてみてください。また楽天ルームも始めました。気になる方は概要欄に載せているので覗いてみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。